東村山北山公園です。映画隣のトトロの舞台とされる八国山の南にあり、10万本の花菖蒲が咲きます。公園の奥の方で珍しいことをやっています。米作り体験ということで、今日は田植えをしています。子供たちも真剣です。1週間後には花菖蒲が満開になりました。子供たちが何かを捕まえようとしています。オタマジャクシですね。動物や植物にとっては恵みの雨となります。稲も生き生きしているように見えます。暑さが続きました。気温37度。それでも子供たちは元気に遊んでいます。台風9号が関東を直撃し、各地で被害が出ているようです。心配になって来てみましたが、幸い稲には被害はないようです。いよいよ収穫の時が来ました。今日は稲刈りの日です。これはね、秋錦式です。傘掛けするときはこういうふうな感じと思って、まあ、ここにあるんですけど、こういう感じで。傘掛けされた稲が夕日に染まって輝いています。出来栄えはどうですか？いいですね。あ、よかったですね。みんなの協力のおかげでありがとうございます。あ、よかった。天の恵みに感謝して、ご飯を食べます。お米が輝いています。